大韓民国が指定する国法は、大韓民国の文化遺産保護制度の一つ、大韓民国文化財保護法によって定められた文化財を指す。1962年に文化財保護法が制定され、1962年12月20日に116点の文化財が国法に指定された。その後、順次、新たな文化財が追加指定され、 2019年5月現在、324点が国宝に指定されている。文化財には、寺院や斜里、仏像などの仏教関係の文化財がかなりの割合を占め、次に、古代の王族たちの装飾品、政治、白磁などの工芸美術品が多い。また、書籍、画なども点在して見られる。国宝の指定、管理は大韓民国文化財庁が行っている。 現在、国宝に指定されている文化財は以下の通り。仏国寺多宝等石窟案、聖徳大王神章先生代、平院寺造教番殿の平院寺大造教番政治、造眼竜畜破水系炎オーブン、清志君民性温混堂、魅力繁華シーゾ金管塚、金管金生管食店バズカ金管亭、二王聖食図喜び回廊、青屋寺良然海係仏等、 ありがとうございます。